こんにちは、マスク・ド・ブラック先生です。今日は大学のレベル感と浪人の選択肢っていうお話をしてみようと思います。もうそろそろですね、11月も後半になってくると、これですね、浪人考えようかな。もう1年あれば目標校に手が届くんじゃないかな。できれば、大学行きたいな。でも今のまんまじゃ厳しいな。じゃあ1年、猶予期間をお父さんお母さんに相談して、なんとかならないかななんて考えてる生徒さんが多いと思います。で、結論から言っちゃうと、浪人はしない方がいいです。しないに越したことはないです。で、どういうことかっていうと、次がですね、まあ大学のレベル感ですね。ざっくりまとめたんですけれども、一番上に、東大、京大、一橋、東工大、東京一高って言われるところですね。で、次に、早慶、上梨を書いて、次にマーチがあって、一番下にニット、コマセンを書きました。で、この清っていう字ですけど、まあ、清々明学あたりが、まあ、この辺に位置するのかなっていうイメージです。で、最初にお断りしておきますけれども、学部だったりとか、理系だったり文系だったり、いろいろな条件、受験科目だったり、ありますよね。ですので、必ずしも、こういう形ではない部分もあると思うんですけれども、まあ、話の都合上、大体こんな目安かなっていうことで、お話を聞いていただければと思います。で、ここから同じ話を3回します。イメージが違うのが分かっていただければなと思います。まず1個目、現役で、ここですね、東大、京大、一橋、東工大、この辺のレベルを狙って、ダメで、滑り止めで早慶、上梨に合格しました。あるいは早慶、上梨もダメで、浪人しました。っていうお子さん。全く同じ話をします。早慶、上梨、旧帝国大学を、第一志望として、ダメで手が届かずに、マーチに合格したお子さん、あるいはマーチもダメで浪人したお子さん。同じ話ですよね。もう一段階。マーチを第一志望にして、ダメで、清々明学で止まったお子さん、あるいはニットコマセンで止まったお子さん、あるいはどこもダメで浪人したお子さん。全く同じ話を3段階したわけなんですけれども、じゃあ、大学を卒業して、次就職っていう時に、まあ就職試験、面接だったりありますよね。専攻が。その時に、どこまでのストーリーが世間一般として許容されるのかっていうところですよね。ですので、一番最初の、東大、京大、一橋、東工大、この辺を狙って、早慶を蹴って、あるいは早慶もダメで、浪人して、次の年っていうお子さん。これは十分、ああ、頑張るお子さんなんだねっていう評価にはつながると思うんです。じゃあ、一番最後に話した、マーチを受験して、ダメで、ニットコマセンを蹴って、で、次の年。これ、マーチに一浪して受かればいいんですけれども、もしこれ、絶対って話はないので、一浪して、2回目の受験でもダメで、ニットコマセンしか結局いけませんでした。ってなったら、じゃあ一浪せずにニットコマセンいっとけばよかったんじゃないの？っていう後悔残りますよね。で、就職の時も、なんで君は、一浪してニットコマセンだったの？っていう話にもつながってくると思うんですよね。で、私が生徒さんに教えてて、このレベル感なんですけれども、ニットコマセン、例えば、高3の4月、高3の4月から本当に一生懸命勉強すれば、たとえ偏差値35、40ぐらいのお子さんでも手が届く範囲だと思うんですよね。逆に言うと、
1年間きっちり頑張れなかったお子さんがここに手が届かないレベルっていう見方もあると思うんです。ですので、要は4月から頑張れなかった、例えば、まあ不真面目に遊んでたわけじゃなくて、部活があって、インターハイ目指して頑張ってきたなんていうことが、まあ、例年はあるわけですね。今年はまあコロナの影響で、インターハイ等々もなくなっちゃいましたけれども、で、夏から勉強して半年の勉強で、ここに手が届かなかった、じゃあその時どうすればいいんだろう、私は受かった大学、に行くべきだと思います。で、逆に、マーチを、志望してて、どうしても届かなかった、4月から頑張ったんだよ、一生懸命、頑張ったんだけれども、マーチに手が届かなかった、ニットコマ線になってしまった、これも、進学する方がいいと思います。で、なぜかっていうと、例えばこの高3の4月からっていうところがキーワードで、これが高2の秋から頑張れたらって考えたらどうですか。きっと手が届く範囲だったんじゃないですかね。そう考えると、高3の4月から、あるいは高3の夏からっていうところで、頑張ったけれども手が届かなかった、もう1年っていうことを考えた時に、どこを目指すかっていうよりも、もう1年、その4月から始めた子は4月からの努力、夏から始めた子は夏からの努力をもう1年、繰り返す、結局やることは高校の復習を1年やるのであれば、進学して大学の勉強を、進めて、大学で新しい経験を積んで、で、きっと取り返せると思うんですね。この4年間で、新しい知識、新しい勉強、新しい経験、新しい資格等々に、力を注ぐことによって、遊んでちゃダメですよ、そういうことに力を注ぐことによって、また4年後、1個上のに進んだ、友達を見返すチャンスっていうのは十分あると思うんですね。ですので進学した方がいいと思います。逆にこの上位層ですね、上位層の子は、多分この高3の4月から本気で頑張ったのは、4月からかもしれないですけれども、それ以前から、何かしら努力をしてきた子たちが このレベルを目指しているんだと思うんですね、まあ、この辺のレベルですね。ですのでどうしても時間が足らなかったんだっていうお子さんであれば、もしご家庭の事情が許すのであればですね、浪人はありなのかな。で、一浪して再受験した時に最低ラインとしてマーチ、ここを、取ってきてほしい。逆にここが取れないような努力しかもう1年、やってみてできないのであれば、受かったところに仮に早慶を目指していたけども、マーチもダメでニットコマセになっちゃった、でも翌年マーチをもう絶対に取れる、その努力をする自信があるっていうのでなければ、浪人はしない方がいいだろうと。逆にそれができるっていうことであれば、再受験、浪人しての再受験っていうのはありかなと考えています。で、さらに今年の特殊な要件として、コロナいつまで続くの？これ分かんないですね。もう神様じゃないので、これは誰にも分かんないと思います。ある日突然ワクチンができるかもしれないですし、来年も今年同様、自粛の1年が続いちゃうかもしれないです。これは分からないです。で、まあコロナの影響の続きなんですけれども、共通テスト、今年っていうか、来年の春ですね、来年の1月に、行われる共通テストと同じ形式で次の年も行われるのかどうなのか、これがまた不確定要素が多いです。
で、その不確定要素の大きな一因として、英語の外部試験の導入、これどうするのか。結局今年は外部試験を導入せずに共通テストでっていう話になりましたけれども、一部の大学では、大学入試センターを通さずに、外部試験の成績を提出することによって、共通テストの英語の試験を免除するっていう大学もちらほらあります。ですので来年、大学、入試に英語の外部試験の点数を使えるのか使えないのか、はたまた結局このコロナの影響で外部試験が受験できるのか受験できないのかっていう問題も出てくる。こういう形で、不確定要素があまりにも多いので、今年の受験生はなるべく幅広く、受験校を、受験して、受かったところに進学する。でどうしてもその進学先の大学が合わない、私の、レベルはこんな大学じゃないんだっていうことであれば、休学届を出して再受験なんていう手もないとは言えないと思うんですよね。ただ、浪人簡単に決めてしまわない方がいいんじゃないのかなっていう感想です。では今日のお話はここまでです。さよなら。